여러분 안녕하세요. 주주입니다. 皆さん 今回の動画では NiziU が韓国で遊びに行って Vlog を撮りましたね。 その動画を見ながら韓国人の私がもしかして皆さんに伝えることがあったら それをお伝えしたいと思って一緒に見てみたいと思います。 では一緒に見てみましょう。 Let's go。 めっちゃ綺麗。服が見えないですね。皆さんなんかもっと痩せたんじゃないですか。みんなどんどん可愛くなってく。日本のじゃんけんぽなんて言いました。あっち向いてこい。 マヤさんめっちゃ可愛い。これ見たらみんな本当になんて言いますかね。普通に普通の女の子たちみたいでいいですよね。今から海へ飛び込みます。私川です。川に飛び込むんですけど、なんかめっちゃ ここは多分ガピャンっていうところですよ。かわいい。マッコさんかわいい。これ見て。 めっちゃ笑いました。本当になんて言いますかね。子供っぽい、みんな可愛い。無理。あ、俺も無理。皆さん、この年の女の子の遊び方は韓国も日本も一緒ですよね。笑い方とか普通に韓国の女の子っぽい、みんな。 待っている。あ、悪いわ。こんばんは。こんばんは。ピーヌ。ピーヌ今日カメラマンですか。そうなんです。二十の専属カメラマン。あら、そんな可愛いカメラマン。専属カメラマン。おぼう。テンションがすごい。あ、なんかじゃ。悪いわ。 皆さん、この Vlog が新鮮なのは本当にメンバー本人たちが全部撮ってますね。だからもっとリアル感がすごいですよ。すごいと思うよ。階段が結構本当にでかい。大きすぎる。大きい。入りましょうか。 マッコさんが走ってきた。どうも、くだ。とっても大きい。皆さん、こういう感じで見せない理由は韓国では宣伝になんか敏感ですね。案件とか案件じゃないと。 でもとにかく、チョコパイがありました。おー、似てる。合わせたんじゃなくて、たまたまなんですよね。なんか本当にマヤとマヤの服とか、色とか買いたいものとかもすごい被る。今日のためにドラッグストア。これ見たら普通に本当に女の子の韓国旅行 Vlog みたいですね。そう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 。そういったのが本当に。 これ見て、まやかさん、まやかさん、まゆかさん、めっちゃ可愛いんじゃないですか。スイカマコさん、私の大好きな、もう本当に大好きな、私の大好きなスイカですね。
なるほど。私の大好きな2人さんです。サラミです。スイカをサラゲか。サラゲスバ、おもろ。うん、ここからも皆さん、まゆかさんのこの髪の毛めっちゃ似合うんじゃないですか。おばあちゃん家みたいな感じ。すごい空気が、修学旅行、うん、修学旅行って感じする。みんなめっちゃ痩せた、ほんと。おー、いいね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 。おー、いいね、いいね。え、この景色とあやかがもうマッチ。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。綺麗、かわいい。ありがとうございます。いい、ね、本当になんか寿司さんみたいですね、雰囲気が。前には感じたことないですけど。あ、いいですね。かわいい。わかってますね、本当に。それな。好きな二人。ね、初めて9、8人で全員で寝るなんて。あいご、みーさん。みーさん。なんか可愛い、学校にいる。なんだかすごく可愛いですね。なんか自然があるみたいな。おー、いいね、いいね。なんかみんなヒリングされてるようでいいですよね。まえちゃんは青だからちょっといい感じにプールが映えてます。おるおる、何私と一緒にキュンだね、キュン。こういう遊び方見たらちょっと確かに日本人だなって思います。なんだか雰囲気、遊び方。くんか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 、サムギョプサル。あ、違う。うわー、すっごいでかい。お、なんかいる。おい、虫。あ、あの二人か、私は虫見てました。リオとマヤ、リオとマヤ、イエーイ。私たちのペンションツアーが、日本でもペンションって呼びますか。同じですね。なんかリオさんはこのホコロ、ホコロを取ったかな。ニナさんなんか重そう。完全に韓国人の食卓やん。サムギョプサルの上にテンジャン。シンプルでいきましょう。それいいですね。あいご、美味しそう。どう、嬉しい。美味しい。ジューシー。うん。かわいい。韓国語かわいい。おー、プレーンですか。おいしい。もうリオさんは嬉しい。食べ方が本当に大好きな人。何、おいしいよね。へぇ、マッコーさん韓国語めっちゃ上手。私もケンニョ好き。完全に韓国人のサムギョプサル食べ方。そう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 、いいですよ。おお、食べ方タフ。というわけで2番目の水遊びに行きたいと思います。リマさんだ。ミステ
回はペンション。あペンリマさん顔ほんとちっちゃ。団子三兄弟。ほんとだ。かわいい。団子三兄弟ちょっとかわいい。兄弟めっちゃ。確かにこれかわいい。団子って呼ぶんだ。ですですか。怖いですね。リマさんは、あやかは水好きじゃなさそうですね。じゃあ入って。入っての後の表情見ました皆さん。皆さん日本ではこういうペンション借りるにはいくらぐらいですか？韓国では意外とそんな高くないですよ。おるご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 る。ドルフィンがいそうよ。寒いのかな。マヤさんも無理。可愛いかよみんな本当に。めちゃ楽しそうですね皆さん。こっちまで楽しくなる。なんか普通に大学生の遊びを見てる感じですよね。それとも高校生かな。なんかみんなカメラマンとかが特にいないのでもっと楽に遊ぶのが感じられますよね。おいおいおい。なんていうかな。みんな服装とかが韓国の大学生みたい。あんでダメ。バイバイだ。あいご。はい、皆さん、私が好きなミーさんが参加できなかったのはちょっと残念ですけど、メンバーがみんな本当に楽しそうに遊ぶのを見るだけでこっちまで楽しくなりますよね。そしてみんな韓国で元気に笑いながら行って本当に良かったです。とにかく私が用意した動画はここまでです。では、おねね、よいかし。じゃあね。